この時を待ってたんだ。来い、ニッタ。これだ、ナノ君。横にかわして突破。ここはパスに切り替えた。体ごとぶつかっていった。川田君、パスを出します。タクヨ、スライディングで止めた。行け、素早くつなぎます。そら、吉田君、このスライディングが決まった。はっ、ミオル君、タックルも決めた。はっ、パスが決まった。はっ、横をすり抜けた。ニッタ、このパスは通らない。ピー、次このパスをカットします。かわして振り切った。あとドリブルを見送る。ドリブルでボールを運ぶ。中尾君、素早く横にかわる。来い、翼先輩、俺の力を見せてやる。くらえ。さすがだぜ翼先輩。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに、それをわずかながらボールに触れ得点を許さなかった。やるな、ニッタ。何？俺は嬉しい。久々に俺を熱くさせる男に巡り会えて。大友、コーナーからどう狙ってくるか。蹴り入れます。平岡君、センタリングに合わせる。あーっと、ドイツでパーフェクト。新田君、シュートを放った。森崎君、ボールはまだ生きている。新田君、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、もらったね、横をすり抜けた。いけ、ここはパスに切り替えた。もらったぞ、体とぶつかっていった。いけ、中山君、パスを回す。翼君、スライディングでカット。ワンタッチで送る。石田君、このスライディングが決まった。ここから長い距離のパスを狙う。あーと、このパスが通ります。高杉君、ここで止めた。石田君、ここは抜かせません。これは必殺のロングパスだ。石田君、このボールを送る。森崎君、これはキャッチできない。新田君、ここから打ってきた。シュートだ。あー、弾きます。ここでボールを受けます。新田君、ゴール前に上げた。ここは隙にさせません。それ、岸田君、ボールを狙うも届かない。橋君、素早く横にかわす。次々にかわしていく。これ以上が決まった。新田、翼君、ボールを奪った。それ、マシダ君、タックルを決めた。これは必殺のロングパスだ。小田君、横にかわして突破。岸田君、ボールを狙うも届かない。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。タック君、シュートまで持ち込めるか。さあ、ボールと真っ向勝負。一条君、これはキャッチできない。クリアでキューバをしのぎます。岩見君、シュート。ニッタ、ロングパスだ。翼君、このパスをカットします。翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと、今度は抜く。抜ける隙がなかった。さすが翼、感づいたか。はぁ、それ回して振り切った。これはドボー抜きだ。横にかわして突破。
アントキックで大きく蹴り出した。ボールを奪った浦部君、ここで止めた。鋭いスライディング、翼君お箱のヒールリフトだ。このタックルは不発に終わります。チャンスが決まった。それよ木杉君、ボールを狙うも届かない。新田君センターラインを越えて攻め込む。止められない。よし新田君早くさせるだな。そこだ、ボールを捉えるか。ボールはまだ生きている。止めた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。パスを回す。スライディングで止めた。スローインでのリスタート。カットを奪い返した。平岡君素早く横にかわす。翼君このスライディングが決まった。岩見君パスを出します。それ長野君センターラインを越えて攻め込む。チャンスが決まった。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。振り切った。平岡君シュークリにかわしていく。横をすり抜けた。ここからセンタリング、両優ここで激突。空高くで火花を散らす。森崎君これを止められるか。新田君、新田俊様を忘れるな。決勝は同点で折り返しを迎えます。よし、みんなご苦労だった。ほら、マネージャーが作ってくれたレモンの輪切りの砂糖と蜂蜜漬けだ。みんないただけ。はい。こりゃありがてえ。さあ、後半もこの調子でいけよう。くそ、前半から圧倒してやりたかったのに。新田、焦るな。守りのチームにとって同点ってのは自分たちのペースだ。だからいつも通り俺たちが守ってお前が点を取ればいいんだ。後半頼むぞ。はい。チームが勝てるかどうかは俺の得点にかかってるけど、今の俺の力じゃ
自力で翼先輩を抜くのは無理だ。じゃあどうすればいい？俺のスピードなら一瞬はマークを外せる。そしてパスを受けたら、いや、それじゃ間に合わないんだ。ならばノートラップで行くしかない。でも今の俺にそんなテクニックが。おい、ニッタ、時間だ、行くぞ。あ、はい、とにかくやるしかない、やるしか。